おはようございます。こんにちは。こんばんは。サンロードの花園です。それでは2023年の12月21日ですね、ポッドキャストを始めていこうと思います。本日木曜日ということでね、書店で本関係のね、動画ちょっと撮影したんですけどもね。で、毎回ランキングね、発表してますけども、やっぱりかって感じのがありましたね。ねえ、まだ後々の発表なんで、まあいっかって感じなんですけども、まあかなり話題作となっておりますんでね、あれなんですけども、あの変な家2ね、これやっぱり1位だったなって感じなんですよね。もうかなりね、発売前から話題になっておりましてね、ね、そこの春屋書店の認識でもね、結構山積みになってるんですけどもね、こっちで発売されたのが19日だったかなって感じなんですけどもね、もうすでにね、先週のランキングで1位獲得しておりましてね、まあ、しばらく続くのかなって感じなんですけどもね、この変な家2以外のこの前のやつ、普通の1巻の変な家、これもね、ずっとランキングに載ってたんですよね。もう本当面白くてね、もう読んだらね、もう次が気になってね、本当1日で読み終えてしまうって感じなんですけどもね、ね、1と2とね、出まして、ね、2が1位になりまして、でね、その最初のやつがね、もう10位に入ってって感じでね、やっぱ強いなって感じですね。まあ面白いですもんね。で、来年3月15日は映画かっていうことでね、私もね、ちょっと映画見に行こうかなと思っております。もう本当面白いからですね。で、変な家もなんですけども、あの、ラノベのランキングがすごいことになっておりまして、ぜひこちらちょっと楽しみにしていただければと思います。ね、いつか全部埋まるんじゃないかなって感じで思っておりますけどもね、ものすごいことになっております。さすがだなって感じでしたね。まあこれラノベのランキングは土曜日にね、公開じゃなくて配信しますので、よかったら土曜日の動画5時配信のですね、その動画ご覧いただければと思います。ということで本日はですね、これで終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。またです。バイバイ。